白夜港は、東の敬語の小説。修営者、小説スばル1997年1月号から1999年1月号に連載され、1999年8月に、刊行された推理長編である。白夜とは、日の出前及び日没後のかなり長い時間にわたって、白明が続く現象のこと。連作短編として連載されていたが、 単行本では長編に構成し直して刊行された。発行部数は2005年11月の時点で55万部程度だったが、テレビドラマ第1話放送前後に売れ行きが伸び、2006年1月に100万部を突破、2010年12月時点で200万部を超えた。2005年に舞台化、2006年にテレビドラマ化された。また2009年に韓国で、 2011年に日本で映画化されている。1973年の夏、大阪のあるハイビルで起きた、七夜殺し。何人もの容疑者が捜査線上に浮かぶが、決定的な証拠がないまま時は流れていく。当時小学5年生だった被害者の息子、桐原良二と、ある容疑者の娘、西本幸穂は何かを抱えながらもその後の人生をそれぞれに歩んで、 いくかに見えた。しかし、二人の周囲では一見関連性のない不可解な事件が次々と起きるのであった。心を失ったゆえの彼らの19年間を様々な登場人物たちの視点を通して叙事史的規模で描いている。1973年に起こったある事件から1992年までの二人の主人公の19年間を描く長編小説。 彼らの心理描写は意図的に排され、彼らを取り巻く様々な人間たちの視点を通してその言動が示されていく。元フィギュアスケート選手の町田樹は現役時代この小説に感銘を受け、2013年のエキシビションのプログラムとして自ら振り付けを行い、作品の世界をテレビドラマ版の劇と目曲、白夜を行くを使用したスケートプログラムとして表現した。 主人公の桐原良二に扮し、青を貴重に左手の身を赤く、地に染めたイメージの衣装で悪くと良心の葛藤を表し、表情に横たわりしを迎えるまでを演じて、良二の自己犠牲や作品の世界観を描いたという。2005年9月から12月まで劇団スタジオライフにて二部構成で舞台化された。 キャストは4チームに分かれる2006年1月12日から3月23日まで TBS 系列で毎週木曜日21時21時54分に放送された日本のテレビドラマ。主演は山田孝之と綾瀬はるかで2004年のテレビドラマ世界の中心で愛を叫ぶで共演したコンビによる共演となった。また、脚本、プロデューサーも 同じメンバーで主題歌影も柴崎光が担当する。日本テレビ系列の秋田放送でも9日遅れの毎週土曜日の午後に放送されていた。第48回ザテレビジョンドラマアカデミー賞では本作が4巻を達成した。最優秀作品賞、主演男優賞、助演女優賞、助演男優賞である。前述の町田寿によるフィギュアスケートプログラムでは本、 テレビドラマ版の劇と模曲が使用された。幼少時、初恋の少女を助けるために父親を殺した少年と、その少年をかばうために、母親の命を奪った少女の残酷な14年間の愛の奇跡を描いた物語。二人はただ太陽の下で手をつないで歩きたかっただけなのに。原作ではほとんど描かれていなかった領事と行きの関係を映像化し、 二人の葛藤や成長などの心理的部分を中心に描いているが、時代の整合性上、殺人事件が発生したのが1973年では、なく1991年となった。石丸昭彦プロデューサーは、雑誌のインタビューで、主人公の二人の関係を可視化するなど、原作から大幅に手を加えたことについて、領事という希望をモンスターにしたくなかったと語っており、 その制作意図が第10話での笹垣純蔵と谷口真文とのビジネスホテルでのやりとりのシーンの中に現れている。主要人物桐原家警察関係者、領事の関係者雪きの関係者その他ゲスト笹垣純蔵が作中で呟いた単二章の一節は次の通り。主人公が殺人犯である。設定のため、顔が若竹色の提供クレジットを自粛した。 韓国にてのタイトルで映画化され、2009年11月19日に公開された。パクシヌ監督。日本では、白夜光から白い闇の中を歩くタイの砲台で2012年1月7日に公開された。日本でのレーティングは R18 となっている。2011年1月29日公開の同小説を原作としたサスペンス映画。監督は、深川栄洋。 主演は、堀北真希と、高ー健吾第61回ベルリン国際映画祭、パノラマ部門正式出品作品。原作の時代交渉に忠実であることを心がけ、昭和55年から平成10年までの時代に応じた、ロケセットを準備。ロケは2010年3月から6月までの、約3ヶ月にわたり撮影。ロケ地は八都県に及んだ。特に、 ラストシーンのロケでは300人にも上るエキストラが集められている。全国210スクリーンで公開され、2011年1月29日、30日の初日2日間で、講習は7、862万5、500円、動員は6万367人になり、映画観客動員ランキングで初登場第6位となった。 白夜光から白い闇の中を歩く体に関するカテゴリー、ありがとうございます。